さんの絵で埋め尽くしちゃいますね。すごい。もう1ページ、その選者とミストが今こう一緒になっちゃってたじゃないですか、はい、会議が終わると八王子へと向かった。コシの母校を訪ねてみたいと取材スタッフが申し出た。3回目の挑戦でようやく開いた美術大学の門。しかし入学してすぐにまた新たな壁にぶつかったという。あの形のある絵は描けるんだけれども、自分自身の絵を描こうとすると何もないみたいな。自分を表現できない。大学には入れたけど私は絵描けない人だと思ってました。デッサンは得意だった。しかしこれは技術であって自分らしい表現ではない。もがいていると授業である課題が出た。誰にも見せなくてもいいから、失敗してもいいから、こうとにかく描いてみろっていう授業課題があったんですね。それでそれをドローイングって言うんですけど、他の授業中もやるし、家に帰ってもこう絵を描くみたいな、5000枚近くやったんですね。見たこともないものがどん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 生まれていく面白さっていう、そこから出会えたんです、自分自身の表現に。そして一枚の絵が生まれ出てきた。バースデー。このケーキの絵こそが画家コシチヒロの原点だ。大学3年生の時には東京都が主催する若手作家の登竜門、東京ワンダーウォール賞に選出。卒業制作展では最も優れた学生に贈られる造形賞を受賞した。失礼します。お、先生、はい、久しぶり。有吉学長はコシが学生時代美術学科の教授だった。アートについて教えてくれた恩師の一人だ。東京造形大学は今年度創立50周年を迎える。有吉学長はその記念すべき年の大学案内冊子にコシの長野での活躍を載せた。アーティストのこう活動って自分がこう自分の作品を作るっていうことだけじゃなくて、作品の向こうに人がいて、で人々がいて、社会があって世界があるみたいな、でそこがやっぱりすごく重要なポイントなんですよね。まあ、彼女の言葉を使うとつながっていくっていうことだと思うんだけれども、地方に戻ってもまさにそういうこう意識で活動してるっていうところ。コシさんは今後どういうふうになっていくだろうなって予想されますか？私には計り知れません誰にも想像できない、誰も見たことのない景色がそこにあるかもわからないですよね。最近ではコシの作品を起用したいという申し出も増えている。去年メジャーアーティストヒルクライムのアルバムジャケットを書き下ろした。松本氏の大新州酒造とのコラボレーションはアートラベル。みぞれりんごの梅酒を皮切りに毎年1枚原案を書いている。中身のお酒が素晴らしいし、そのお酒に負けないようにジャケ買いをされるぐらいの絶対に見たことのないラベルを作るっていう、まあ、まさしくコラボレーションです。じゃあコシさん、今年1年の思いを1枚にしてよと。で大新州では今年1年の作りの成果を1本に込めますと、まあ、ある意味そのコシさんと大新州のそのコラボレーションという部分もあるけど、勝負という場面もあって、負けないように頑張って酒造りをしています。新進気鋭のアーティストと老舗酒造のコラボレーション、互いの挑戦を掛け合わせた一本が今年も間もなく誕生する。キャンバスに新しい世界を生む挑戦も続いていた。個展の打ち合わせや準備で昼間はあまり制作ができない。絵を描けるのは夜も深まってからだ。
千尋ピンクの上に何かが生まれようとしていた。しかし彼女の表情は曇っていた。花とか植物とかが入ってきながら、まだまだ見えてこない。その自分がこうずっと描いてきたものをこう壊していかないといけないんですね。いや今日機嫌が悪いと思う私本当に。おー、なんか涙が出てきた。うん、今絵がよくわからないからちょっと。優しさやエネルギーを感じる古志の作品はいつも自分との戦いの中から生まれている。この日は上田市の東塩田小学校で出前授業を行った。まず頭の中で笑わせたい人を想像しながら写真を撮る。そして出来上がった写真の空白に自由に色を塗っていく。具体的に想像するっていうことがとても大事で、これから成長していく中でも具体的に何かを想像して行動するっていうことが絶対に必要だと思うので、アートを通して考えるきっかけっていうのをこう、笑ってほしい人の笑顔をイメージして描くのが楽しいです。誰イメージしてるの？あ、家族とか色の組み合わせとかもいろいろ分かったし、なんかすごい楽しい。絵を描くのがなんか好きになります。子どもたちの作品が展示されるのは上田市立美術館サントミューゼ、古志千尋展ワンダーワンダー。その日が近づいてきた。その人の人生をもっと豊かに変えるから、絶対に変えるからっていうような意気込みで向かっているっていうのが自分の絵だと思う。中途半端なアートでは誰にも何も響かない。だからいつも人の人生観を変えてやるんだという強い気持ちでぶつかる。そして誰かの何かになる、誰かの何かになりたい、誰かの何かになることっていうのが私の役目です。誰かを癒し、誰かを助け、誰かに勇気を与える人になりたい。古志千尋が絵を描く理由だ。いいでしょって言うから、私はいいでしょ、みんな見てって言うから、みんなは好きか嫌いかただ言ってくれればいい。